はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日は契約の、これですね、気合を入れる。はい、これをやっていこうと思います。うちの油性はかなり古いが、まだ健在だ。問題は製油所にある。新しい貯蔵タンクと修理して実際に製品を出荷するための予備部品が必要だと。いうことで、オイルタンクセミトレーラーを、オビロヒルズの原油タンクまで届けると。で、まあ、同じ場所ぐらいにあるんですけど、製油所まで、キャビンと鉄骨割りを運ぶと、こんなですね。このオイルタンクセミトレーラーが割と大物で、どうやって運ぼうかいろいろ考えてたんですけど、ちょっとね、これが、意外と、クレーンでね、今、持ち上げてみますけど、見た目ほど、重くなかったんですよ。よいしょ。結構ほら、すぐ浮くんですよ。こうやってぶら下げといたら、簡単に運べちゃうんじゃないかなって。これ、下超重量セミトレーラーだから、引っかかるんですよね、結構いろんなところにね。なんですけど、こうやってちょっと浮かしたまま、クレーンでね、浮かしたまま行けば、簡単なんじゃないかなと思って、今日はこうやって運ぼうかなと。こんなに、あれか、持ち上げなくていいか、重心が上がっちゃうからね。ちょっと浮いてればいいか、ぐらいな。これで、まあ、ちょっと一回やってみましょうか。ね。よし、行きましょう。で、クレーンモード、アンカー出しといた方がいい？アンカー出したままって。走れるかな。まあ結局は重心の問題なんですよね。引っかかるな。大きく曲がるのがちょっと難しいんですよ、構造的にね。あ、ちょっと待って、もうすでに危ないけど、ちょっとこの出るとこまでまずちょっと行きたい。本当はこっち側ね、下の方に行きたいんだけど、ここの中でこうぐるっと回るのが難しそうなんで、一回こっちに出ます。こっち方向ね。で、この辺通れたら通って、こう、ちょっと大回りで行こうかなと思います。ここまで行ったら、まあ、舗装路だしね。行ける。とりあえず、出るとこまで頑張りましょう。これアンカー引っかかんな。ダメか。アンカーは閉じるか。この重心で、剣は明日の重心で行くしかないんだね。ここめっちゃ埋まってんな。ゆっくり行きましょう。慎重にね。もうちょっと下げたいんだけどね。クレーン下がらない。下がるね。下がるけど傾くね。ここちょっと出るまで頑張らんとあかんの、どっちみち。ちょっと頑張って強引に出ましょう。こける？いけるけど、ぶら下がってたら持っていけるでしょ、こっちが。剣は明日だから。大変なのは、その剣は明日の重心よりも、剣は明日、説明が難しいな。引っかかるな、そこ。起きて、起こして、そう、ほら、来た、ほら。割と軽いんですよ、これ。いけるんじゃない？いけるっぽくねと思って。曲がんのが難しいですね。だからね。傾くんで。この全体の重心が、ケンワスの重心よりも外に行ってしまうと、こけるんですよね。すごいバランス感覚が要求される。こういう方なんだけど、意外とその持ち上げること自体はいける、うん、そんな坂とか登れんのこれ思ったけど。ちょっと待って待って待って、あんまり上げたくないんだよね。ちょっとこう、いや、剣はそう信じますよ。だから意外と思ったよりはいけてるでしょ。それめっちゃ使いそうやな。またこれぐらい上げといたら、引っかかるのがね、とにかくね、この超重量セミトレーラーの問題なんですよね。重さよりもね。これが大事。
で、この坂をまず登りたい。これぐらい登れなかったらもう多分行けない。まあでも言うたら別に地面に置いといてもパッて行けばいい話だからね。もう登れないんだけど。え、なんで坂、あ、そっか、剣は坂登らへんよなと思ったけど、ちょっと待って、登らないんだよなこいつ。どうしよう。坂が問題な。そしたら曲がれないんだよね。勢いでいくか。一回切り離して、ちょっとここが一番きついから、この坂だけ登っちゃおうか。ここまで行ったらなんとかなんじゃない。ここまでね、はい。で、クレーンも届かない。届いた、 OK。 でこれで引き寄せます。結構オイルタンクセミトレーラーね、従順なんですよ。割と引っ張っていける。よし、これでいこう。よし、行く。オッケー。お、いいよ、いけてる。ワイヤー一本で引けるもんなんだっていうね。このスノーランナーの世界のワイヤーは最強なんだ。切れないんですよ。演出したらすぐ切れるけど。いけてる。ここは、ちょっと待って。ここ曲がんの大変でしょ。で、だはず。あ、もう一回坂登らないかんのか。こっち行ったら、ややこしいもんな。この辺割と抜けやすいけど。曲がらないといけないし、この辺もちょっと遡って引っ張ってをちょっと駆使していきましょうか。あっちの、あー、危ない。重心問題が、ちょっと待って。もうちょっと寄せよう。恐ろしいから。うん、大丈夫、坂登れたら問題ないけど。そこ、行こう。ここ、危ない、一回切る。ちょっと待ってよ。それ切り、あれやな、木やな。ちょっとこのガタガタだけ声を、とりあえずここまで来て、ここ抜けられる？ちょっと微調整必要ですね。また伸ばして、クレーンは長いんでね。あれ、つかないぞ。バグったかな。バグったっぽいな。ちょっと一回リログしましょう。よし、ついたね。これでちょっと斜めってるから、まっすぐにしないと怖い。こうしてなるべく寄せよう。で、あんまり高さを上げたくない。で、このまま、まっすぐこっち。あ、ちょっとクレーンなんかめっちゃ高いな。上げときたい。これ以上下がらない。こうか。よし、これでいこうか。これぐらいでいいよ。で、登ります。よし、いけてる。後ろ見るのちょっと怖いんで。いける？来てるね。こけてるけど来てはいるね。ここら辺をちょっと抜けたいな。あー、でも
坂か、登りにくいね。まあでもやっぱそれでも最適はキンワースだと思うんだけどね。理解し。ここまで行って、ちょっと切り返すか。広いとこ抜けたらもうね、あとは快適な気がするんだけど、最初は大変だな。こっち引っ張ってきて、引っかかる？引っかかりそう、引っかかりそう、普通に引っかかりそう引っかかる。でそこでまあ起こせたら、あー大丈夫かな。角度的にちょっと下げて、よし。で、一回切ろうか。中心アンカー出して上を一回引っ掛けよう。あるんですよねこれ。よいしょ。起きるでしょ。で、こっちで、下げといて、まあいいか、ちょっとブラス持ち上げといていいか。アンカーだけ戻します。で抜ける。とりあえずここ広いとこに行こう。まずおーっと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 、来てるねもうちょいもうちょいと頑張って。え、引っかかってないよね。よし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 。なっこれは面白いな、ちょっとどんな運び方やっていう、でこっちまで来れました。でこの道は割と大丈夫なんで、この辺ちょっとぬかるんでてぐちゃぐちゃしてるよね。あとここもうぐ畑取っていってもいいか。平らだしそっちの方がいいかも。絵に道に行くよりロギアじゃなくていいんじゃない。曲がると重心がそっちに行くから怖い。うまく手なずけながらね行きましょう。はい、写し方難しいな。入らないもんね。見たいのは剣回すの重心なんだけど、意的には後ろも映してる。こういう感じで運んでおります。これでもめっちゃ楽じゃない。引っかからないしね。ほらクレーンこんだけ上下するんだ危ない。あ、ちょっと前見ます。いいわ、もうスクショは大丈夫でしょう。サムネは大丈夫。よし、このまま行こう。普通に行きますよ。あんまり急ぐと良くないかな。なんで一応キャビンと鉄骨張りはもう運んどいたんでこれに比べたら全然軽いもんだから、ね。まあ、サクッと運んどきましたさ。意外とほら生きるでしょ。全然余裕っぽくない。なんかどっかで引っかかって横転しそう、ね、そこがどうなったっけ。この辺もうちょっとこっち側行くか。目安は間を通っていこう。空間さえあればね問題ない。よし、ここの間ねちゃんと。いけるか。傾いてない。よし。もうちょっと慎重に行きたいけど、危ない、危ない、危ない。ちょっと待って待って。傾いてる。ちょっと下ろすか。ちょっと下ろそう。うん、大丈夫？怖いな。めっちゃ怖いぞ。はい。これでついてきてる。よしよしよし。
ああ、ここやな。レーンを上に上げた状態で重心を。おっとっと、こんだけ動くんだ。で、畑、こっちに行かないと。この辺突っ切った方が良さそう。こっち方向、ここはでもちょっと難しいね。あそこちょっと丘になってるんだ。まあちょっと右からやっぱり道に向かっていった方がいいね。坂は登りにくかったもんね、だいぶね。平坦な道はほら普通にね、結構普通に行けるんですよ。曲がってちゃんと曲がって、よし、行けてる行けてる。危ない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 、こけてたよく見たらこけてた。わかる？よいしょ。ちょっとここは登れないから右に曲がっていきたいけど、大丈夫ですか？曲がれますか？ほら浮かしてるからね、結局引っかからないんで楽ですよね、これね。楽な部分とめっちゃ神経使う部分と出てくるね、これ。あー危ない怖怖い、カーブが怖い。ぐらつくな、これ。あーめっちゃ揺れる。来てるね。オッケーオッケーいける、引っかからないで。そこ木には引っかからないね。はい。あ、でちょっと坂もあるな。ちょっと登って、危ないな危ないな、これ危ないな、危ねちょっと傾くぞ。下にあるからちょっとだけクレーンが左に寄ってるんだよ。ちょっとこっちに寄せようか。よしよしよし、これでまっすぐにしてちょっと下げよう。よし、こんなもん。これで多少は揺れにくくなるかな。こうしてここの、あ、ちょっとしたこの坂が怖い。おーっと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 よし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 、うん、平坦なとこがいいな、やっぱり。いけるいけるいける、いけてるいけてる。で、ここまっすぐ行ったらいいのかな。たら舗装路まで行ける。道を走るよりはこっちの方が良さそうかな。ちょっとこの木の間を抜けないといけない。ちょっといやーむずいな、そこぬかるんでるしな。こっちやな、左やな。今度でも外側に向けといた方がいい。ちょっと引くか。恐ろしいなこれ。ちょっと切り返そう。よしよしよし、軽ね、見た目より断然軽いよっ。超重量セミトレーラー自体でそれなりに重いからね。それで乗ってる荷物も重かったらもうとんでもないですから、
あと、あの固定が外れないっていうのがね、ちゃんと一体化してるのはありがたいですこれで荷台からこぼれ落ちる仕様だったらもうこの運び方できないですから、ちょっとそろそろまっすぐに戻したいな。一回切るか。切って船に戻る。これをこっちを、今度こっち、おっとっとっと、よし、またどうせどうせまた倒れちゃいそうだけど、よし、クレーンはまっすぐにしといてワイヤーだけつなぐか。で、よしよしよし、明るくしよう。あそこね、ここの木はまっすぐ行けば大丈夫そう。わからないですか。舗装路で曲がったりするのもちょっと嫌かな。最後ちょっとなんかね、やらしい道があるんだよね、小広ヒルズも。これぐらいがなんかちょっと安定してる感じあ、ちょっと下り坂やな。下りはまあまあいけるでしょ。どうなってるの。よし、もう行っちゃおう。もう勢いで行くわ。これに こけても大丈夫、割とすぐ起こせるからね。よし、いいねいいねそれ意外といけるよねガソリン結構食ったないろいろしてたら。こっち寄って、ここ買わせる。大丈夫かな、平坦だから大丈夫か。これでいけるか。乗り越えて、そこ乗り越えて、乗り越えて。危ない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 。おー、耐えたよし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 、耐えた。オッケー、よし、いいねいいね。舗装路はもう余裕じゃない。いいでしょう、そのまま行きましょう。上げときます。見栄え。ちょっとこう、こんな感じにしときますか。絵的にね。いいね、いいね、いいね。ちょっとぶっ飛んでますね、こういうのね。運び方してるんだあいつはっていう感じになるよ。剣回すでもやっぱすごいね、安定安定とか。お、大きいもんね。これ上はぶつからなかったはず。こんなとこで落としたらもうえらい目になるな。よし、順調ですね。でかいよね、やっぱり。よし、もう一回クレーン伸ばさないといけない。とりあえずクレーンを真後ろにしといて、で、これでいい。繋がってればまあ最初はいいか。多少上げます。これぐらいでいけると思う。よし、ちょっと丸太をね、
箱も丸太隊も見守ってくれてます。WD はつけて、ああ傾いてんな。おっとっと、よし落ち着いて落ち着いてね。で、ルートが、まあ、この道ずっと行ってここなんですよね。この辺絶対死ぬでしょてかここら辺でもすでに死ぬ気がする。これ登ってたかな。ちょっと燃料車高齢なんですよ。剣はす。行けるとこまで行きましょう。こけたら起こしに来てもらいましょう。最悪ね。ちょっとこの辺から道がくねくねするのと、多少アップダウンあるかな。一応大丈夫。それはまあまあ大丈夫でしょう。でもだいぶ近くまで来てるからね。おお、ゆっくり行けばね、全然安定してるから良さそうだ。ちょっとそこもうちょっと、あ、このカーブきつそうやな。じっくり行きましょう。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。こういう時は、一回こっちに引っ張っといて、そう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 。で、伸びないな、クレーン。ファイヤーが。一回切ろうか。こうして、で、つなぎ直せば、大丈夫だね。よし、これで。よしよし。微調整できるのはありがたいね。で、引っかかる？それ、もしかして。もう、こっち来て。こういうところが難しい。いけるな。ちょっと乗り越えちゃおう。さっき。そっち。大丈夫か？よしよしよし。倒れながらでも、運べたらいいので。よし。頑張った。ガソリンちょっとなくなってきた。さっき予備のやつ入れようか。燃料を、なんだっけ、電柱ちょっと嫌やな。ここから内側にある電柱が引っかかるかもしれないね。よし、まあでも今こっち側に倒れてるからね、引っかかる方ではないか。このまま行った方がいいかもしれない。そして曲がれない。電柱かわしてかわさへんなよいしょ。こっち、ここに燃料車一応置いてるんですけど、もうちょっとだから頑張っていくか。ここやばくなかった？ちょっと、いける？曲がってちゃった曲がれよっ、引っかかんないよ、そこ引っかかんないよ、引っかかりそうまあでもクレーンだから大丈夫じゃないかな。ちょっと調整しながらね、微調整できるから。オッケーオッケー、よしよしよし、乗り越えてる。前は大丈夫、前は大丈夫。ちょっとガタガタしてるから。危ないな、ほんまここも危ないな。
まあ、木には引っかからないからね。あ、え、引っかかんなかったっけこれ。あ、引っかかるんだ。違うわ。荷物じゃないから。トレーラー扱いで引っかかるか。まあ、ちょっとそれも考えな。ここむずいぞ。いけるか。よし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 。いける。あ、危ない。一回切り返す。これな。オッケーオッケー。いいよ。これで。よし。いけたんじゃない？あれ？あ、で、まだか。舗装路には来たけど、もうちょっとくにくにしてる。この遮断機がもしかしたらちょっとめんどくさいことになるかもしれない。ちょっと早速ぶつかってくる。大丈夫かな。一応このまま行くか。一回起こすか。当たりそう。あー、なんか嫌な気がするな。起きないから遮断機に引っかからないように。それでこう起きて、起きたね、起きた起きた、よし起きた。伸ばしたくなったので、これぐらいにしといて、ここに詰めていきます。よし。行こう。まっすぐね。オッケーオッケー。それで、当たらないでしょう。曲がっ、下りも嫌やな、でも。どうなってたっけ、そこ。あー、で、ガタガタになってるだけか。おー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 、なんだ、またこけたんか。もういいわ、こけるのはもういいわ。ちょっとここを乗り切ろう。もう見えてきたからそこですからね。もうちょっとなんで、どんな形でも運びきりたい。よしよし、いけるね。もう大丈夫じゃない？なんか引っかかってる？後ろは。擦ってるから。まあ引きずってでも。こんだけクレーンなんかしなるんだね。あまり上げたまんま走ることないもんな。また曲がらないし。よしよしよし。もうちょっと、もうちょっと。いけるかな？ここ曲がりたいな。ちょっと縮めて。おーっと、ちょっとガードレール乗り上げてくれるな。上がって。クソ曲がらんな。よし。いけるか。よしよしよし。その木は大丈夫じゃないか。ちょっと大きく回っていきます。あ、ちょっとこういう状態危ないよね。左側に重心がいっちゃうから、こけそう。そのままちょっと切り返して、まっすぐ行ければいいんでね。よし、これで
応最後なんで押しときますか。一応意外とね、いけましたね。全然無茶な運び方ではなかった、うん、見た目は結構無茶ですけど、ね、こんな重たくないのがいいですね。結構ほらこうやって簡単に浮いちゃうので、よし、このままラストまで行きましょう。そこだからね。いいね。どっちが楽なんだろう。普通に連結した方。その奥なんだ。めんどくさいとこに納品させんなこれ。先にじゃあちょっとキャビンとかを納品しちゃおうか。釣り上げたもの。このままいける。スペースはある。いける。あ、いった。オッケー。おーやれやれ。厄介な仕事だったが、あ、なんとかやり遂げたな。これで新しいタンクに石油を注げるぞ。依頼にも安心するだろう。少しはなと。倉庫が利用可能ですって書いてあるね。何が受け取れんの。でもそんな運ぶもんないんだ。これかな。あ、燃料ドラム缶いる。いるとかあったかな。まあいいか。はい、よし。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていこうと思いますので、はい、よかったらまた見に来てください。ではここまでご視聴ありがとうございました。